3コース3番の山下花梨、転覆の影響なし、今日前半戦はまくり勝ち。さあ伸び足武器にここは3角です。3番の山下枠なり2対4、インコースから1番2番ダッシュ、3番4番5番6番です。スタートしました。第12レース、3号手スタートへこんでしまった。さあスリットを伸ばしていく1番の魚谷、一周の1マーク、1号手魚谷ちょっと握ってアタック、2号手の日高いつこ、バックスイッチ、1番の魚谷も踏ん張っています。1番の魚谷、2番の日高、1番2番トップ争い。スタートは前提正常でした。一周2マークの旋回、1号艇魚谷が先行する。2号艇日高の察しは届きません。ちょっと振り込んでしまった2番の日高。先頭は1番の魚谷香織、そして2番手に上がってきたのは5番の藤崎です。その後ろに4番のインド、2番の日高。レースは2周目1マーク、取って旋回は1番の魚谷香織、2番手は5番の藤崎、握って回る4番のインド、内から運んだ2番の日高、バックスイッチ、4号艇のインド千秋、2号艇の日高いつこ、4番2番は並走、後続は3番の山下、6番の松瀬。西の2マーク取って旋回は1番の魚谷香織、2番手が5番の藤崎沙莉、3番手先行したのは2号艇の日高いつこ、2番の日高3番手、先頭1番五輪、5番五輪、2番五輪。